感じる心のコンサートにご来場いただきありがとうございます。親子の絆、家庭との絆、友達との絆、大勢の人を自分の周りに置いて楽しい生活、成長していきたい、いってほしいと日頃から思っております。親と子のつながりというものを、考えるというか感じるというのがテーマです。みんなに心に届くように心込めて歌いたいと思います。聴いてください。大丈夫。泣かないで、もう泣かないで、心を傷つけ合いながら愛を探し求めている。僕ら今この星それでは、僕が、去年、妻と書きまして、心の奥深くへ、ちょっと旅をしていきたいなと思います。ママのお腹に包まれて幸せという気持ちを知ったよ。愛されるってことなんだね。ママもパパもみんなこの愛の中から生まれてきたんだね。愛の中から生まれてきたし、愛という存在、愛のぬくもり、愛というものがどういうものなのかっていうのを君たちの心の中にあるわけ。それを少しずつこういろんなことがあるけれども、そういったものを大切に生きていってほしいなと思ってます。詩を聞いて今まで生きてきたこととか、お母さんお父さんに対する思いがまた新たに思えて、これからお父さんに対する思いとかが改まって、ちょっと接しづらいんですけど、また接し方を変えていけたらと思います。大丈夫っていう曲の中に、君は一人じゃないっていう、誰かに伝えるように声をかけているように歌っているところが本当に素晴らしいと思って、私もそういう風に周りの人に思いを伝えられるようになっていきたいと思います。産んでくれてありがとう。知ってるです。まあ、僕が生まれたのは奇跡じゃなくて運命で、それをお母さんやお父さんはそれを育てたことに僕は感謝しています。こういった形 の, かあのコンサートを見たのは初めてだったんですけれども、子どもたちにとってはとてもいい機会だったと思っています。絆とか人と人とのつながりが大切なんだよということを分かっていただきたい、そういう思いで、開きました。ありがとう。